はい、どうもフーガです。今回はこちらです。ミソスペダルズというブランドのゴールデンフリースというペダルをご紹介していきたいと思います。こちらですね、ワンノブのパズペダルでございます。非常にナチュラルなサウンドが特徴的で、個人的にめちゃくちゃ好きなペダルなんですけれども、こちら2万円と意外とまあ最近のペダルにしたら安い方なのかなと思います。このミソスペダルズっていうブランドなんですけど、非常によろしいブランドというか個人的に好きなブランドでして、いいペダル結構多いんですよね。まだまだ欲しいペダルいろいろあるんですけど、人気すぎて海外の方だと非常に有名なブランドで、在庫があんまりなくてですね、結構取り扱いが少ないブランドでもございます。まあその中でワンノブのパズペダルになるんですけれども、こちらトゥルーバイパスになってまして、現代的な使い方ができるかなという感じで、今回はこちらの商品をご紹介していきます。それでは早速音出しをしていきましょう。はい、それでは実際に音出しをしていきます。東海のレスポールを今回は使います。でケンパーでいつも通りチャンピオン、フェンダーチャンピオンのリグを立ち上げております。クリーンサウンドはこんな感じです。ここにゴールデンフリースの方をオンにしていこうと思うんですけれども、つまみは最初は12時の状態でオンにしていきたいと思います。っていうパズペダルはものすごくオーガニックな歪みの質感だと思います。パズっていうと大体パズフェイス寄りかマフ寄りかとかいろんな派閥があると思うんですけど、なんかその枠にとらわれてないのが個人的に好きでして、こうやってハムバッカーで通してもブーミーにならないのが特徴的で、ものすごくなんかオーバードライブの派生みたいな感じの歪みの質感を持っているペダルになります。本当にわざとらしくないピュアなパズサウンドっていう感じで、非常に使い勝手がいいっていうところで個人的に気に入っているんですけれども、ここからつまみを動かしていきましょう。ゼロにしちゃうと音量がゼロになっちゃうので、一応9時からマックスまで一連で見ていきたいと思います。
当にザ・シンプルっていう感じの可変の仕方で、ナチュラルでわざとらしくない歪みの質感、ドライブ感が得られるんで、指で弾いてもいいし、ピックで弾いてもいいし、なんかバッキングで使うのもありだし、細かいレイアウトの効くような低音源のリフとか、そういうのでも音色が映えやすいようなサウンドです。で、ゴールデンフリースの魅力ってこれだけではなくて、まあファズといったらボリュームに対する追従性とか、そこら辺が気になるところですけど、もちろんギターの本体のボリュームの方で歪みの量をコントロールすることができます。ゴールデンフリースのつまみはあえてマックスでやっていきます。といった感じでですね、まあ一般的なファズペダルと同じようにボリュームに対する追従性で歪みの量をコントロールすることができるようなペダルになっています。僕がファズペダルを選ぶ際に指標としていることっていうのが、まずコンパクトであることで 9V で動かせることなんですけど、まあ、その2つをまず賄っている点と、あとトゥルーバイパスなんですよね、ゴールデンフリースは。それとワンノブでのコントロールのみなので、まあ、直感的にコントロールができると。意外とファズペダルこう難しいよなって思ってる方でも手に取りやすいペダルになってるんじゃないかなと思うので、非常におすすめです。以上をもちましてこの動画を終わりにしたいなと思います。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。